さて今日は待ちに待ったジェルのアルバムビリーブのフラゲ日、早速買いに来ました。あ、ジェルコーナーある。あ、すごい、もう出てるんだ。こう見るとなんかあいつ結構すごい人なんだな。あ、ジェルのサインも飾ってる。なんやこのサイン、あいつのサインこれなの？なんだよこのおっさん、つかあいつのサイン要素どこ？あ、この上が英語のジェルになってるのか。なるほどね。じゃあ下のおっさんいらんやん、誰だよこれ。あ、でも検索したら他のお店は可愛いの多いな。あー、そんなことなかった、比例のもありゃ。にしてもトイさんのボイスドラマ版もしっかり並んでるな。ちょっと照れるな。こう見ると私の顔面ちょっとアホっぽいけど、まあいいか。皆さんどうも、有名人トイ純平でーす。なんだなんだ。え、このジャケットのこの後ろにいるこのイケメン、実は俺でーす。みんなサインは後にしてねー。マジでそろそろ縁切ろうかな、あいつと。すいません。なんだ？あの、ジェル君のアルバムをホラゲしたいんですけど、どうしたらいいですか？なんだアルバムのホラゲって、あいつアルバム買ったことねえな。フラゲのことですか？はい、フライパンです。何言ってんのあいつ。うん、こんなもんかな。うん、この声は。あ、ももちゃんだ。ももちゃんも買いに来たんだ。うん、買いすぎやろ。もうガチ勢やん。お会計50万円です。やっぱ足りね。そりゃそうだ。おっさん財布借りるね。お父さんスリに合ってるよ。まあいいけど。にしてもこの等身大のパネルもすごいな。いろいろ頑張ったんだろうな。ジェル応援してるぞ。ありがとう、トイさん。あ、本物だったんかい。ということで本日、ジェルファーストフルアルバム Believe のフラゲ日を迎えることになりました。近くのアニメイトさんやタワレコさんにあるので、ぜひゲットしてな。あの、ふざけ倒した俺のサインもあるかもしれんから、ぜひ見に行ってみて。じゃ、感想待ってるな。おつじゃる。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。動画の他にも裏話を話す生放送をしてるので、ぜひ来てくれよな。詳しくはツイッターをチェック。